ラジオラのラジオは最速感想会。参りました。あの宣伝でねめちゃくちゃやってた、はい、屋根裏のラジャーを見てきました。早速ねその先生堂々とネタバレありでちょっと語っていこうかなと思うんですけど、ナズさんこの作品は何度も映画で広告めちゃくちゃやるじゃないですか。ね、広告結構してたよね。すごいですよ多分、うん、あのウィッシュよりやってたんじゃないですか。あーってさと長かったしね。しかもなんか一本の映画に対して2回ぐらいなんか流れてたりやってました、うん、相当力入っててお金かけてるんだなと。だから、うん、今日ね P さんの感想めっちゃ楽しみにしてました、はい、はい。まあ率直な感想なんですけれども、はい、もうね涙ダラダラでクソ面白かったですね。ちょっとね俺そういえばこれ泣ける可能性あるなって見に行ってる時に気づいたんですけど、あ、はいはい、ハンカチも忘れ、はい、ティッシュも忘れ、タオルも忘れちゃったんですよ。じゃあ案の定ね、ちょっとダラダラで、初めて俺涙ポケットみたいなの欲しいなと思って、いやその涙ポケットって言うのか分かんないですけど、欲しいなと。涙袋がここにあるから、ね。涙袋は受け止めるやつじゃないでしょ。出すやつ。いや本当にね、それぐらい泣いちゃったね。サングラスとか無理だけど、ゴーグルとかしてたらいいのかな。そんなに泣けるの。そんなに俺はねやっぱ感動系なのかなと思いましたけどね。そう感動系だったなと途中で気づいたんですけど、うん、まあ時すでに遅しですよね。もうダラダラでちょっと目が腫れちゃった状態になってますけど、まあ、確かに、うん、宣伝で俺たちは消えちゃうって言ってたから、そうだね、まあ、そこに対してのね、うん、悲しさみたいなのがあるんだろうなと思いましたけど。そうなんですよ。だからP さんがね泣く3大ポイント、はい、あるじゃないですか。家族、友情、あとお気に入りのキャラクターが動いた時。はいはい、アニメ化された。アニメ化された時の感動ね。フリーレンの時もなんか泣きそうになってたじゃないですか。フリーレンが動いただけで。あ、確かにね。フリーレンの時はマジでそれになってましたけどね。家族、うん、子供っぽい友情、動物。もう動物？そうそうそう。俺動物物も弱いんですよ。あれ？そうでしたっけ？そう。動物物の映画大体泣くんです、僕。犬ヒロ？犬ヒロ、犬ヒロやばいじゃん、あれは。あ、エロですよね。エロでは泣かない。そう、だから、結構動物物の映画って基本死ぬじゃないですか、動物。ああ、そういうことですか。だからそれセットなんで、うん、まあ泣いちゃうみたいなのがあるんですけど。だから、それとはちょっと今回違うんですけど、はい、動物もちゃんと出てきてみたいな。だからその3大ポイント全てあったんで、まあ僕の中ではもう、すごい、すごかったわけですよ。まあこれね、まあ一言で表すと、まあ家族愛と友情の大冒険探って感じ。はいはい。でしたね。その、内容としては、本当にその、イマジナリーって言われる想像上のその友達が独立した思考を持ってる世界観なんですよね。うん、で、そのイマジナリーたちを生み出してくれた現実の友達に対する思いを描いた作品なんですよ。まあこれね、実際にこういうことが、その、人間の発達の中であるんじゃないかなって。うん、その子供の時とかって友達がねいないスターですけど、そう小さい時にねなかなか友達ができにくい環境だったとか、うん、まあ、その家庭の環境がねなんかちょっとあったとかっていうので、まあ、今回もこのイマジナリーフレンドっていうのが生まれるわけなんですけど、あ、そういうことですね。そうそうそう。でもこれって現実的にもあるわけじゃないですか。やっぱ友達欲しいなって内心思ってたとしても、はい、なかなかできなくてその空想上の友達を作るみたいな。でこれなんか最近見たなと思ったんですよ。はいはいはい。ボッチザロックのねボッチちゃん、はい、イマジナリーフレンドいたんですよ。あ、あれそうでしたっけ。ギタオっていうギタオっていうギターだったんです。あ、忘れちゃいましたよ僕も。だから、ね、ギターなんかすごいニコニコしたギターのやつが喋ってくれるんです。最後ねそのお母さんも出てくるんですけど、うん、そお母さんも昔実はイマジナリーフレンドがいましたっていう伏線を回収するんですよ。おお、お母さんのイマジナリーフレンドが最後窮地を救ってくれるみたいな。めっちゃそれね、うん、一番今話聞いて期待してたでしょ。でしかもそれが動物なの。そう冷蔵庫っていう犬なんです。冷蔵庫っていう、うん、はい、でもその冷蔵庫っていう名前にもちゃんと伏線が貼ってあるんでしょ。ああ、違う。まあでも、まあ、あるっちゃあるのかな。まあそういう意味で言うと、お母さんも途中までイマジナリーフレンド見えないんですよ。でその最後だけそのイマジナリーフレンドを思い出して、そのラジャーとかも見えてなかったんですけど、ラジャーもその昔のイマジナリーフレンドも見えるようになるっていう熱い展開なんです。見どころポイントなんですけど、まあ、正直ね僕劇場に行った時に人がめちゃくちゃ少なくてすげえ心配になったんですよ。え、どれぐらいでした？4人ぐらい。マジですか？マジで4人ぐらいでした。4人、はい、めちゃくちゃ宣伝してましたからね。はい、そうめちゃくちゃ宣伝してたからこんなことあるかなと思って。僕の忍者タートルズの時より少ないですよ。そうだから俺も初めてですよこんな少なかったの。しかももしかしたらこれイマジナリーフレンドの可能性あるな。やばいやばい。観客が関係ない。P さん以外。そう。P さん以外、イマジナリーフレンド。どっかで見たことあるなって思いました。この人数はイマジナリーフレンドだろ。いや、別に一人ギターなんじゃない？ギターはわかるわ、さすがに。
いたてますけどね。まあそのね不安があったんですけれども、うん、僕の中で結構その見てて、まあ、展開が読めなかったんですよね。ああ読めないんです。意外となんかこの後どうすんだろうどうすんだろうっていう展開があって、うん、いや俺これでは泣かんやろなって最初思ってたんですよ、はいはい、そしたら急になんか泣くポイントが来て、なるほどねみたいな、その伏線ここで回収していくんだみたいな感じなんですよ。だからすげえ押し付けがましくこう伏線をボンって置いてるわけじゃなくて、はいはい、あるじゃないですか、なんか今時の映画ってこう、まあまあそうね、置いてるから、あこれ絶対これあってくるやつやんっていう感じの泣き方じゃなくて、はい、あここでこれ来るのねみたいな感じでスーっていう音とともに涙が流れる、めちゃくちゃ綺麗に泣ける。あそういうか、もうじゃあストーリーでこうピョンみたいな、あもうね、そうそうそう、急に、急に、つくばさんみたいなんですよ。急に現れる山なんですよ。そう。本当にね、もう音流れる、もう音聞こえる。あ、そういうこと。スーって。ぐらい綺麗なんです。綺麗な、なんか泣かせ方というか展開の作り方をしてるんで、うん、大人が見て、すごい美しいってなる。ああ、そういうことですね。なんかさ、あるじゃん。疲れてる人が見たら癒される映画ってあるじゃないですか。はい。あれに近いですよ、ね。あ、北極。あ、北極百貨店とか、ああいう感じに近いんですよ。そう。なんか、ああこういうのあったよね子供の時みたいな懐かしさもありつつ、はい、なんか綺麗な涙をこう流せて、もうすごい疲れも吹っ飛ぶ、そういう作品だと僕は思います。ああじゃあ大人向けの作品なんですね。そう大人向けなんですけど、なんか描写、そのアニメーションもやっぱりスタジオポロク素晴らしく綺麗なんで、まあそうですよね、僕も宣伝で見てましたけど、でしょ。だからその結構目が疲れるぐらい描き込んでるんですよ。はいはいはい。だからそう子供たちが見ても結構面白いんじゃないかなと。だから千と千尋の神隠しを見た時のようなそのアニメーションの衝撃感、ああそういうことですね、ありますよね。確かに家か屋根かなんかがこう粉々になる、そう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 、すごいですもんね。そういろいろ追っかけてきたりするじゃないですか、キャラクターたちが千と千尋の神隠しで、ああはいはい、あれに近い感じで、すんごい書き込まれてるみたいな。でやっぱりねその声優陣、まあ俳優も結構使ってるんですよ。はい。あそうですよね、今回結構有名な安藤サクラさんとかとかね、あと山田孝之とかも、はい、あと寺田心くんが、うん、ラジャー役をやってるんですけど、もう本当にね、この寺田心くんの演技力の高さね、これがね、やばい。あそうなんですか。えぐい。この子マジで、このなんて言うんだろう、あどけなさと、そのまあもう今15歳になってるんですけど、はい、だんだん色気、大人っぽいその色気みたいなのも声に出てきてるんですけど、あどけなさがやっぱ残ってるんで、なんかラジャーって子供の役なんですけど、うんうん、なんかね、うまいんですよ。成長してく過程みたいなのが声色に出てるというか、そういうことですね。そう、これは思った人いるんじゃないかな、ぜひねコメントください。寺田心くんが目立つ映画、この子こんなできたんだと思って。覚えてます、鈴木福くんって言ったでしょ、同時期ぐらいに、ちょっと鈴木福くんの方が先輩かな、先輩なんですけど、同時期ぐらいに子役としてこう売れたみたいな構図がありまして、でちょっと今日中澤さんに面白いのを見せようと思うんですけど、はい、寺田心くんがねと鈴木福くんがねツイッターやってたんですよ、はい、当時ね、そのツイッター上で絶戦を繰り広げてたんですよ。喧嘩してるんですか。はい、ちょそれをお見せします。寺田心君ね、はいはいはい、僕のこと嫌い、好き、嫌い 73% です。で、鈴木君、それに対してお前僕の力でビってなくすぞで、ここで僕が気づくわけです。うん、まあ、誰かがやってんだと気づくわけなんですけど、で、これ面白いなと思って見せたんですよ。したら、これからは僕の時代だもんと寺田心君が言うわけですよ鈴木君、これからはお前が嫌われる時代だもんね、お前の味方ママだけだもんね、一発屋は消えないよ。で、鈴木福が寺田心と鈴木福どっち行けてほしいって、寺田心は大丈夫頑張ってで、行くわけですよ。で、最後オチ、大オチなんだと思います。え、なんですか。すごいですよ、これ行きますよ、キザル、どちらにも消えてもらうよえぐくらい面白いな、これということがありました。まあね、そんな寺田心くんなんですけどね、今15歳になってね、すごい演技をしてるということでね、まあアニメ映画の声優だけじゃなくてね、俳優活動にもちょっと僕は期待をしたくなるような、この今回の声優だったなと思いましたね。はい。で、どうですか、中澤さんからこの作品で気になることとかありますか。 CM を見て、はいはい、イマジナリーフレンドと言われる人たちが消えちゃうって話じゃないですか、うん、大人になるから消えるのかなってずっと思ってて、少年の成長を描いていくような映画なのかなっていうので期待してたんですよ。だからそこら辺が、まあ、今回どうだったのかなっていうのもあって、ああなるほどですね。まあ、うん、ちょっとそういう要素は僕も期待してたんですけど、あ違うんですか。違うっすね。あ違うんだ、まあ、だからねそれがねやっぱすごいんですよ、ね、僕らの期待をね裏切ってくるんですよねあそうなんだ。そう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 。あでも僕みたいに思ってる人は結構いるかもしれないですね。いやてか俺もそう思ってたしあ違うんだみたいな感じで思います。あそういうことですか、はい、いい意味で、まあ、期待を裏切ってるなみたいな。いや大まかにはそうなんですけど、うん、大まかにはそうなんだけど、うん、なんか正確に言うと違う。最後そのラジャーが消えますみたいな感じもハッピーエンドでちゃんと終わらせてる。最後泣かない感じで綺麗に終わらせてくれとるやんみたいな。だからあれですよね、見てる人たちにはすごい優しいですよね。あエンドロールで引きずらないみたいな。
だその行ったじゃないですか、僕以外にいた3人、はい、イマジナリーフレンドたち、はい、はエンドロールで皆さん退場されてました最近見ないよ俺、はい、途中で立って出てく人、はい、いいですか、エンドロールで一人になったことあります？いや、ないですないですよね、寂しいよそりゃ寂しいよ。まあそんな感じでございましたね。はい、ということでですね、12月15日より公開しておりますので、ぜひね、はい、土日も見てってください。まあもしかしたらね、ちょっと劇場に見に来てる人数は少ないかもしれないですね。マジで面白いんで、うん、ぜひ見てってほしいなと。で、ハンカチとティッシュを持ってた方がいいと思いますね、はい、コメントでね、ぜひみんなラジャーって言ってください。面白かったらラジャーって言ってください。それじゃあバイバイ。全員消えてもらえる全員だろ昔、うん、タイタニックとか、アダルトビデオです。パイパニックとかね、はい。あったじゃん。ありましたね。結構いろんな。ハメナプトラとか。あ、そう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 。今回はさ、屋根裏のブラジャーっていうタイトルのアダルトビデオあったら、ちょっとなんか、面白そうだな。結構さ、微妙なニュアンスでさ、想像させるでしょ。ありますよ、ね。屋根裏のブラジャー。だってさ、AV 界のさ、タイトル考えてる人たち、天才ですよね。あ、そうだね。やばいよね。しかもさ、ヒット作品全部出してるから、多分、鬼滅の刃だってあるんだから。あ、そうなの？そう。アナと雪の女王とかもやばそうだな。ああ、ありました、ありました。ありましたよ、それも確か。でもそこら辺に行くと、シンプルに屋根裏のブラジャーは結構ヒットしそうじゃない？いや、俺ね、屋根裏も変えてくると思うんですよね。屋根裏変えちゃうの？変えちゃうの？屋根裏にあるからなんか想像させるの？いや、あの人たちね、ほんと天才だから、マジで。俺らの想像の遥か上を行く、お回しもしてくるんですよ。まあちょっとね、その辺の作品もね、うん、ぜひあったらコメントください。全然そうだちょっとね、コメントください。ちょっとね、これね、ごめんなさい。これに関しては、ちょっと女性も見てる可能性があるんで、ごめんなさい。カットになるかもしれない。これカットするちょっと申し訳ないけど。もしかしたら。今回一番盛り上がったとこ。一番盛り上がったけど。エンディング、エンドロールの後にちょっとこれ入れるかもしれないですね。そうね、はい。ちょっと女性はね。すごいくだらない話なんで、本当に、うん。皆さん見ないでいただきたい。テロップでちょっと女性はこの後見ないでください。